はい静岡市では現在健康長寿のまちづくりを進めております最近ですね静岡市内の再開発ビルにおきまして、えー、高齢者向けの高級住宅が、えー、オープンいたしました静岡市としましては事業者の方と協定を結びながら元気な高齢者をぜひ東京の方から静岡に移住していただきたいというふうに考えております それで今回ですね地元静岡での募集に続きまして新たに東京の方で公開募集をしたいというふうに考えております東京から新幹線で1時間温暖な静岡市で余生を暮らす徳川家康の大御所生活とも重なりますよねそれでは静岡市の CCRC ご担当の 保健福祉長寿局理事の加藤正史さんそして運営者のロングライフホールディング社長の遠藤翔一さんよりご説明いただきましょうそれではお願いいたしますありがとうございますまず加藤さん早速なんですがまずこの CCRC の取り組みというのはこう簡単に言うとどういうことなんでしょうかはい、えー、簡単にお伝えすると、えー、まあ元気な高齢者を中心とした魅力的な街づくりに取り組むことです それにあたって、特にです、ね、東京からです、ね、元気な高齢者の方にまあ移り住んでいただこうと、そういう,ような取り組みになっていますちなみにあの静岡市の街中の方のこうに、元気な高齢者が集まってくると、街、まあ、としてはどういった街に後々なっていくでしょうか。 はいそうですねこの取り組みはですねあの JR 静岡駅前の本当に中心市街地をモデル地区としていますのでそこにですねあの移り住んでいただくことによってあの、まあ、買い物していただいたり駿府城公園であの運動していただいたり、まあ、そういうのは生涯活躍健康長寿の町になるというのがありますあとは2つありますけどもあとはその移り住むということですから東京から来ていただくことでその人口減少対策も考えてますし あとはあの街中に住むそして買い物などをしていただくということで中心市街地の活性化も期待したそういう取り組みになっていますありがとうございます、はい、元気な高齢者の移住というのは地方創生の重要な取り組みになっているんですよねはい。では次にあの遠藤さん、はい、あの施設の概要についてご説明いただけますでしょうか、はいえー、施設はですねお手元の資料にありますように本当に静岡市のど真ん中で、えー、辻の 札の辻クロスという総合ビルの6階8階から13階までが私どものロングライフクイーンズ呉服町というところでございます84室のお部屋に介護の専用のお部屋もその中にございますそしてレストランはもちろんありますしフィットネス大浴場あるいは岩盤浴あるいはシアタールームそして和食専用のそういうコーナーさまざ、あ、まな ああ、うん、まあホテルとマンションと押し付けたようなそういう感じですね。なるほど。はい、ちなみにあの皆様今日はのお土産の方に実はカレーが入ってるかと思います。これロングライフレーななんでカレー？あのロングライフカレーと申しまして、<laughs> はい、あのカレーの会社ではないんですけれども、はい、あの実は建物はもちろん立派なんですけれども、私どものロングライフという会社がまず一つは34年この仕事を専門にやってると、つまり高齢者介護の まあ日本の草分けでありまして、2002年に株式を公開した会社であると、まあ、その歴史の,のノウハウですね、それからもう一つは、私どもが唯一、ですね中国、韓国、インドネシア、海外事業で、まあ、このご不調のプロジェクトも、多分世界基準で十分ですね世界中の方々が戻るにされるものになるというような特徴がございます。 あの今日も中国からたくさん団体の方が来られてますあの私どもの大阪の本社に来られてましたし東京の方にはベトナムから来られたりあるいは今月に入りましてもうインドネシアの政府が我々のところに来られたりですねそういう面ではこの静岡のプロジェクトは CCRC として日本のモデルになって多分世界中から注目されるプロジェクトになると思ってます。その中の中 グループ会社13社ある中のロングライフダイニングというところが作ってるカレーだといこれはあのロングライフのカレーで長生きするカレーではございませんけれど、はい、あ長,い長生きるすのカレーではないんですけどちなみに今日資料にちょっとございますように、はい、こちらにいらっしゃる方に対してはい、はい、お試し住宅というのがあるそうなんですが今日はですね本日お,あのお越しのメディアの方々には無料で宿泊していただくということです。 ビジネスホテル代わりに使っていただくという <laughs> はいうなるほどこちらねぜひあのちょっと加藤さんの方から一言お願いいたします <laughs>、はい、あのまあ市もですねあのこのロングライフさんの部屋の一室をお借りしてですねあのぜひ静岡の良さ暮らしやすさを体験してほしいという事業をしています でそういう期間でですねあの、まあ、高齢者の方を中心にアピールしていますが今回、あのぜひあのメディアの皆様もですね、まあ、いろんな素晴らしいコンテンツあったかと思いますのでその取材に合わせてあのこちらもですね泊まっていただいて取材いただけたらと思っておりますのでぜひ無料で用意しておりますのであのぜひお使いいただけたらと思っております。<laughs> はい、ありがとうございました。えまた静岡市では、街中でさまざまなパフォーマンスが繰り広げられる町和劇場も推進しております。たくさんの年代層が街中で楽しい時間を過ごせるといいなと私も思っております。それでは、加藤さん、遠藤さんありがとうございました。ありがとうございました。